よち妻のパーソナル TV ステーション。アンディ・カフミンのオンチーズ TV ショー。ポエムと歌の中間だって、間だってで言ってみよう。信じる信じない作詞よち妻。もしも神をものすごく信じた人が死を迎えた瞬間に言われてきたことと違う死の現実に気がついたとき、その騙された気持ちは誰が責任を取ってくれるのかって考えてしまうと、痛みも悲しみも感じない、幸せも涙も存在しない、死んだ後の想像の世界の中で今までの時間の過ごし方を後悔しないだろうかって思ってしまう。今の僕をどう生きるべきか、こんな奇跡の塊のような地球の現在の状況の中で僕は自分をストップして考えてしまった。生きてる限り僕は自分の夢を叶えたいと思う。その経験がなければ僕はこの世の誰でもない気がして、誰かを愛することも何かの責任を取ることも今はまだできない。もしも神をものすごく信じた人が死を迎えた瞬間に言われてきたことと違う死の現実に気がついた時、その騙された気持ちは誰が責任を取ってくれるのかって考えてしまうと、信じる信じない。よち妻のパーソナル TV ステーション、アンディ・カフミンのオンチーズ TV ショー。